浜松中納言物語。浜松中納言物語。浜松中納言物語は、平安時代後期に成立した、源氏物語の大きな影響が認められる、後期王朝物語の一つである。源氏物語以後に書かれ、平安時代後期に成立した、後期王朝物語の一つである。この時代に成立した物語は、源氏物語の大きな影響が認められることから、 一括りにして、源氏や流物語として扱われることもあるが、この物語を含めて、個々の物語にはそれぞれに特色があることも認められている。十一世紀半ば頃に成立したとみられ、公共長物語の中では、サゴロモ物語と並び最も早い時期の成立とされる。作者は、サラシナ日記の作者として知られる、菅原高瀬江城とする資料もあるが、異論もある。 古くは、水戸の浜松、または単に、浜松と呼ばれた。現存するのは、前後巻であるが、もともとは、前六巻であり、現存本は主巻を書いているとみられる。本作と同様に、夜の寝覚め、むぐら、風に連れなきなど数巻まとまって残ってはいるものの、様々な資料から推測することができる原型と、比べると、大きな欠損があることがわかるような物語は、 三逸物語に含めて議論されることがある。源氏物語、特に宇治十条の強い影響のもとにある作品である。源氏物語など他の物語作品と比べたときに、夢のお告げや輪廻転生を軸とした超常的な事象が取り上げられること及び、日本国内だけでなく中国、等の国をも主要な舞台としていることが特色として挙げられる。現存する。 物語の中で、外国が重要な役割を果たす形で登場する、物語として本物語以前のものとしては、うつほ物語が、本物語以後のものとしては、松浦愚物語がある。うつほ物語でのペルシャ国は、主人君と仕影が、ナンパ漂流してたどり着く国であり、春影がたどり着くまでや帰国して、以後の日本との交流が全く描かれていない一種。 幻想的な国として描かれているのに対して、この物語における、唐の国は実在の唐の国に近い形で、継続的に人や物の交流がある国として描かれている。しかもこの物語における、唐の国の描写は、正確なものではなく、いくつかの地名の位置関係も中南言が日本から、唐の都に赴く際に挙げられている、経由地の地名が挙げられているままの順番だと言ったり、 来たりすることになるなど現実にはありえないもので、またそこに出てくる、人々の習俗も中国らしさがほとんどなく、日本と全く同じ習慣のものに描かれている。四季部境遇に、息子が、数といた。要望、才能に優れ、父親も母も周囲も、その将来を期待していた。厳伏して、厳正を賜ったが、帝はいずれは内心能の効果もと考えるほどで、あった。 ところが、思いもかけず父式部境遇が死去してしまい、息子は出家も考えたが、母のことを思って止まったものの、失意のうちに暮らしていた。しばらくすると、母は、父と住んでいた家に、左大将を迎え再婚したことによって、息子は母を嫌う一方でますます亡き父を慕うようになっていった。義父となった左大将は自身と死んだ繊細の娘で、ある二人の姫を連れてきており、 上の娘である大君と息子とを結ばせようとした。息子は美しい大君に心を惹かれる者の,の相手にすることはなかった。そのような中で息子は中納言となった。中納言は人々の噂と夢のお告げで父式武教部が当の国の大使に転称したことを知り、どうしても会いたいと思ったものの、中納言という行為の身分では気ままに外国に赴くこともままならなかった。 最初は諦めていたものの、やがて固い意志を持って、帝に願い出て、様々な困難や反対を乗り越えて、やっと遣唐使として三年の間、唐の国へ行く、許しを得ることができた。その一方で中納言は、唐の国へ行く直前に、帝の御子式部教具と、結納した大君と関係を結んでしまう。中納言が、唐の国へ行ってしまった後で、大君の解任が明らかになり、 そのために、大君と四季武境遇との結納が解消され、代わって妹の中の君が四季武境遇のもとへ行くこととなった。大君は中納言の母邸で提発し、中納言の娘である小姫君を出産した。三一史官の内容は、現存第一巻から第五巻までの内容及び、無名蔵師の三戸の浜松の城、物語五百番歌合わせの、源氏。 浜松港、風洋和歌集の収められた和歌、川会場などの源氏物語の注釈書の記述から、ある程度は推測できるため何人かの研究者によって復元の試みがなされており、公害は概ね明らかになっているものの、詳細については不明な点も多い。当の国に到着した中納言は、当の皇帝をはじめとする様々な人々から様々な歓迎を受け、 要望、立ち居振る舞いや、監視の際に称賛を受ける。父の生まれ変わりである唐の大使とその母である、唐公は、その父である大臣が一の大臣との清掃を避け、唐の都から離れた、歌謡県の職山にこもっているため一緒に、唐の都から離れたところに住んでいた。中納言は、父の生まれ変わりである唐の大使と出会い、親しく会話することもできた。中納言は、大使と出会った際、 大主の母である、東皇の美しさに目を奪われた。東の国の一の大臣は中納言を自身の子の君と結ばせようとし、子の君もその気になるが、中納言は大主の母である、東皇以外は目に入らない。中納言が当から与えられた館にいると、東皇そっくりの女性が現れて、中納言とちぎりを結び、身ごもって若君を出産してしまう。実は、この中納言が結ばれた。 東高そっくりの女性は、東高をその人であったが名乗ることなく、若君と共に姿をくらましてしまう。中納言はこの女性と若君を探し回るが見つからない、ママ等の国に滞在することを許された三年が過ぎ、中納言は帰国することになる。しかし中納言が帰国する直前、密かに若君を育てていた、東高に、若君を中納言に預けるようにとの夢のお告げがあり、 東郷は中納言と再会して、自身が東郷その人であることを明かし、中納言に中納言との間に生まれた若君を託したため、中納言は東郷との間に生まれた子を密かに日本に連れ帰ることになる。さらに、東郷は、自分は、父大臣が剣非師として、日本にいた時に日本人の母との間に生まれた子であり、今も母は日本にいるらしいとして、 トーの母への手紙を託された。中納言は日本に帰国してきた。筑紫まで戻ったところで中条の乳母を呼び出し、連れてきた、トーが産んだ若君を預ける。この時初めて大みが自分の子を産んだことや出家したことを知る。帰国途中に立ち寄った大財布で、太財台には娘を中納言と結ばせようとするが、中納言は相手にしない。しかし娘とは、 再会を訳して別れる。とまで戻り自身の妻、2となった左大将の大きみ、2体くん、2体くんが生んだ自身の子である小姫君と対面する。シューナゴンは、2体くんとは今後は、正常な関係を保つことを誓う。当校から預かった手紙を読んでみると、自分には、イフ妹がいる。それを教えてくれた層が吉野にいる。と書いてあったので、吉野に会いに行くことにする。 中納言は、吉野に、東郷の母を訪ね、東郷の手紙を届ける。東郷の母は、東郷を産んだ後別の男、そっちの宮の妻になり娘、吉野の姫を産んでいた。中納言は、東郷の母と娘を保護することを約束する。多在代には、娘と中納言と結ばれる見込みがないので娘を別の、男、江門の、ただしの妻にしようとする。 そのような中で中納言は太宰第二の娘と結ばれ、第二の娘は夫エモンのただしの子として中納言の子を産む。中納言は二となった大君と同じ屋敷の中に住んでいるだけでなく、同じ部屋で同金している。二体君は二人の関係を苦悩し、同金を避けたいが、中納言は同金に固執する。中納言は帰国後も東稿への思いを忘れられないため、帝から 小高度の女宮効果の話があった時も、驚いて退出してしまう。そのような中で、吉野の二君から姫君のことを託され、姫君と文通し、心をと決めかす。三は中納言への小高度の女宮の効果の話について、中納言が乗り気でない上に周囲に波紋を呼びすぎたとして断念する。一方中納言が、東高の母である吉野の二君の夢を見て、 吉野に行くとすでに死んでいた。そう、吉野の生から姫君の所在を聞いて、会いに行くと姫君は、東高にそっくりであった。中納言は、姫君を、中条の乳の里に迎えようとするが、吉野の肘りが、姫君が二十歳になる前に交わると不幸になると、予言したため控えることにする。そのような中で、式部境遇が、吉野の姫のことを知って、関心を持ち、 所在を尋ねるが中納言は答えない。しかし中納言が吉野の姫を尋ねた際式部境遇が後をつけ吉野の姫の居場所を知ってしまい、式部境遇が吉野の姫を奪い去ってしまう。中納言は吉野の姫がいなくなったことに衝撃を受けるが、そのような中で東郷が中納言の夢に現れて自分が吉野の姫の子自身の命に生まれ変わると告げる。 東宮が死亡したため式部境宮が東宮になることになった。式部境宮は連れてきた吉野の姫君を埋めに置くが、姫君は精神に異常をきたしている。そのため、式部境宮は仕方なく、自分を中納言のもとへという姫君の希望を叶え、中納言に返すが、それでも姫君のもとに通ってくる。吉野の姫君は式部境宮の子、東高の転生を解任する。 当の国より、当校が死去したこと、当式部教具の転生である、第三王子が立大使したこと、後の君が提発したことの知らせが来る。この物語の作者について、直接言及されている、唯一の資料は、藤原定家室とされる、区内庁所領部像、巨物本さらしな日記の、自筆奥書きにあるとの記述であり、この記述を根拠とした、この物語は、 さらしな日記を書いた菅原高水女の手になる。との主張は古くから存在する。この情報はトゾという伝文形式で記述されており、この記述が定家が聞いた伝文を記録しただけなのか、それとも陛下自身の意見でもあるのかについての議論も存在する。また、藤原定家が自身の源氏物語の注釈書である奥入りの中で非常に重要視していた。 藤原ゆきによる、源氏物語の注釈書である、源氏尺には、本、浜松中納言物語とともに、ここに挙げられている、夜の寝覚めについて、いつ頃誰によって作られたのかわからないという趣旨の記述があるため、このさらしな日記の奥書きの記述が、当時の一般的な認識であったのかどうかについても、検討の必要があるとの指摘もある。散逸したと考えられる。 自らくゆると、朝倉を除いて、サラシナ日記、夜半の寝覚めと、この、浜松中納言物語に、どのような共通性が見出されるかについては、古くから、様々な議論、研究が存在しており、近年では、文学作品に対する、計量的手法による、分析研究も行われている。さらしナ日記と、この、浜松中納言物語の間には、 同時代あるいは近い時代の多くの日記や物語の諸作品の中で、夢という語が飛び抜けて多い比率で出現し、重要な役割を果たしているなどいくつかの共通性が存在することが明らかになっており、そのことを根拠として、上記の自筆奥書きの記述を肯定的に受け取る見解が存在する。ただしその一方で、同奥書きにおいてもう一つ、菅原高末助作として挙げられている。 ヨアのネザメ、ヤ半のネザメについては、そのような共通性を見出すことができないことからこの、奥書きの記述については、さらなる検討を要するとの見解もある。このような、様々な問題のある、魚物本、サラシナ日記の、実質奥書きの記述を根拠とする、本作品を、菅原高末所の手になる作品であるとする記述については、信頼できるとする見解と、この記述には、 疑問があるとして、実際のところは、作者不明とするしかないとの主張とが存在する。本作品は11世紀、平安時代後期の成立と考えられている。上限は、源氏物語の大きな影響が見て取れることや、作中2012年、観光9年頃の成立とされる、鹿州である、和漢楼栄州の作品が取られていることからこれ以後の成立であると考えられる。 特に作中巻語に使われている、泣きには、えこそという得意な言葉が、そうないし、平中な生没年は不詳であるが、1037年、長略元年頃の生まれ、1109年、天人2年以後111 11年、天栄2年以前の没とされるの歌、ちぎりしにあらぬ、辛さもあうことの泣きには、えこそ恨みざりけれ、五衆一衆、恋三に由来するとすると、 その歌の栄華年次である、公平元年、1058年から公平四年、1061年以降とされるようになった。さらしな日記の記述によると、日記の作者である、菅原隆聖女は若い頃には、源氏物語をはじめとする、様々な物語に、ひたすら没頭したものの、年齢を重ねてからは若い頃のような状況を、反省し、物語を、よしなきものとして、 距離を置くようになったと見られる記述が存在する。この物語を菅原高瀬女の作とすると、物語の成立の時期は高瀬女が物語と距離を置くようになって、以後の時期であるということになり、そのような心境に達してからなぜ物語を書いたのかという点をどう理解するのかという問題が存在する。この点については、 菅原高生女は物語に全面的に没頭することについては否定的になったものの物語というものを全面的に否定拒否するようになったわけではないからこれに続く時代の物語評論の中で優れていると称賛されるようなこの物語を書いたこととは矛盾はしないといった見解もある。なお、この奥書きの記述において同じ作者であるとされる夜の寝覚めと 本作との戦後関係については両者を共に、菅原高瀬城の作であると認める説の間でも、本、浜松中納言物語を先とし、夜の寝覚めを後とする説と、夜の寝覚めを先とし、浜松中納言物語を後とする説の両方の説がある。平安時代を前期、中期、後期の三期に区分ではなく、初期、前期、中期、後期、 末期の五期に区分した場合には、本作品、夜の寝覚め、サゴロモ物語の三作品が、平安時代後期の作品としてそれ以前の平安時代中期の作品である、源氏物語やそれ以後の平安時代末期の作品である、諸作品とは明らかに一線を隠すとする見解もある。現在一般に使われている、浜松中納言物語の題名は、 近世以降の写本の表題などで多く使用されているものであり、主人公の呼び名、浜松中納言に由来する。無名蔵詞など古い時代の文献では、水戸の浜松と呼ばれており、こちらの方が元々の題名であろうと考えられている。単に浜松と呼ばれることもある。水戸の浜松なる呼び名は、第1巻の中において、主人公である浜松中納言が読んだ和歌、 日本のミトの浜松小吉こそ我を恋ふらし夢に見え連れに由来するものであり、さらにこの和歌は万葉集刊一の山上奥良の和歌及び巻十五の沼玉のとある和歌に転居を持つと見られている。これらは数多くの歌を収めた万葉集の中でも唯一の外国で読まれた和歌であり、このことはこの物語が外国を重要な舞台とすることと関連していると考えられている。 なお、源氏一品京などの文献でこの物語を水の浜松と表記しているのは当て字であろうと考えられている。室町時代初期に成立した源氏物語の注釈書である川会賞の巻所の上で最初の並びの巻であるうつせみ巻の中の並びの巻を論じた巻並みごとにおいてという趣旨の記述が存在することから川会賞の著者 四つ辻義成がこの物語に並びの薪が存在するとされていたことは明らかであるが、川海長が言うような、当の国と日本の国との同じ時の出来事を描いているような関係にある薪は存在しないため、現存する薪と現存しない薪との関係について述べたものなのか、または現存しない薪同士の関係について述べたものであると考えられている。この物語は以下のように、 平安時代末期から室町時代初期頃までの無名造詞、物語五百番の歌合わせ、物語二百番の歌合わせ、風陽和歌集、川会場などといった文献においてしばしば取り上げられている。無名造詞では、現氏物語は別格として、この物語を、さごろも、寝覚めに継ぐ物語であるとしており、当の国へ渡るありさまこそ、意味じき、 中南言が塔へ渡るまでの描写が素晴らしいなどと、いくつかの項目を取り上げて、長文を費やして批評が加えられている。現時ピン行では、本庁に物語のことありとして、落ち窪、岩や三逸、根ざめ、おしなき、忍びね三逸、さごろも、大木竜、三逸、住吉、水の浜松、本物語のこと、水の輪あて字罰葉の露、天の葉ごろも、 各夜姫、光源氏、源氏物語等なりとして代表的な物語をいくつか挙げている中でその一つとして、この浜松の名前を挙げている。物語200番歌合わせでは、源氏物語の200種、サゴロモ物語の100種、夜の寝覚めの20種に次いでこの物語から15種の和歌が取られている。藤原定家の日記である、 赤月期の転覆元年三月二十課上には、藤原定家が物語へのための場面を選ぶ最重の物語を選んだ中にこの物語が含まれている。藤原ためらの戦による直線和歌集である、俗古今和歌集にはこの物語の中の和歌が二種、大知らず、菅原高瀬や孫が孫女作として取られており、このことが物語の中の和歌を集めた初めての歌集である。 風陽和歌集が作られる原因となったと考えられている。そのような経緯で成立した、この風陽和歌集にも、本、物語から取られた和歌が三十種含まれている。西音寺工業の目掛けで、西音寺実ノの母である人物の歌集、拳中なゴンミ財共母集には、浜松の物語のところどころを人の読ませ、ハベリ氏にとして、 また知らぬ雲井の他の系にも真夜深い字墓原ザリケリなる歌が収められている。室町時代初期に成立した、源氏物語の注釈書である川海章には、並びの巻を持つ物語として、源氏物語と、うつほ物語及びこの物語の名前が挙げられている。無名蔵史の記述によって、藤原邸家作とも伝えられる、松浦愚物語に、 大きな影響を与えたと言われている。またその他に、今取り替え早いへの影響が指摘されることもある。三島幸夫は、学習院大学在学時代に本物語の代表的な研究者の一人である、松尾荘からこの物語の講義を受け、その影響で後に輪寧天生をテーマとした、北条の海を執筆するに至った。三島自身による、同作品第一巻。 春の雪の甲虫に、甲状の海は、浜松中納言物語を転居とした夢と転生の物語であると記されている。古くは、三条西サネの日記である、サ高タカ後期の協力5年3月26日、1532年5月1日の上に、はじめ主座浜松物語の層とあり、この時すでに首巻きが欠けていたと見られる記述が存在する。 江戸時代初期の源氏物語の注釈書である古月章には浜松今の世には見えぬものにやと散逸してしまったかのような記述が見られる。江戸時代の半本及びいくつかの写本によって四巻文の本文が知られていたが、この物語について取り上げている上記の文献の記述の中に現存する伝本には現存する伝本の中には含まれない場面や和歌などが見られることから、 原尊文はもともとも物語から、おそらくは、冒頭と末尾を書いたものであると考えられていた。原尊する伝本では、各巻が固有の巻名を持たず巻序も記されていない、ことから、推定される巻序に従って、単に、一の巻二の巻などとのみ呼ばれている。その後、昭和初期になって、松尾僧が、前後巻のうち欠落していた末館を持つ写本、小野絵本を発見し、 その本国皇帝の成果を、小野絵本浜松中納言物語にまとめたことによって、末尾はこれで完結していると考えられるようになった。しかしながら、冒頭部の薪を持つ写本は未だに発見されていない。当初原尊第一巻の前にあったと見られる。冒頭部分はおそらく一巻であろうと考えられており、ただし原尊第一巻の前に二巻内しそれ以上の薪があったとする説もある。 三一士間と通称されている。またこの物語から優れた和歌を取り上げた物語五百番の歌合わせは、剣一から再録した和歌八首と、牧二から再録した和歌四首との間に現存する伝本には見ることのできない三一した部分から再録したと見られる和歌二首を挙げており、もしこの物語五百番歌合わせが物語の巻序に従って和歌を並べているとすると、 現存する巻1と巻2との間に散逸した部分が存在することになるとする説などもある。現存する第1巻から第4巻までの写本の本文には、違本と呼べるような大きな異文は存在しない。これらの写本は、類似した本文を持つ写本ごとに、いくつかのグループに分けることができる。この物語の写本と本文について、初めて体系的な調査を行って、 学術的な広報を作成した松尾里氏は、写本をその本文によって、A 類系統本から F 類系統本までの6つのグループに分類し、A 類系統本が最も良質の本文を持っており、以下 B 類系統本から F 類系統本に行くに従って、全体的に質が落ちる。ただし、個々の場所については、全体的には、質の劣るとされた系統の本文の写本にも見るべき。 ものがあるとした。小松茂美も、松尾の調査に含まれていなかった写本を含めた調査を行った結果松尾による分類は妥当であるとして、これを踏襲した。池田敏夫は、脱落部分が全く異なる、高類本と、おつ類本とに大きく分け、松尾里氏による A 類系統本を高類本、B 類系統本から F 類系統本までをおつ類本とした。 おつるい本はさらにおつるい本としての十七箇所の共通の脱落部分を持つほかに、さらなる脱落部分の異なりによって、おつるい一種本からおつるい四種本までに分けることができるとした。なお、一組の写本で巻ごとに本文系統を意味すると見られるような写本は、ほとんど見られない。そのような中で巻二のみの例本であるものの脱落部分を持たない。 鶴見大学本が現れ、池田敏夫によって、素敬本と命名された。この鶴見大学本については、奥書きなどがないため成立事情は不明であるものの、九条家急造とされる、鳥替え場や、恋字歌式大賞や、歌合わせ集といったものの写本と同一の書者者では、ないかとの指摘がなされている。源氏物語などわずかな例外を除いて、王朝時代の物語には、 室町時代以前の写本は存在しないが、この物語についても現存する伝本で、江戸時代初期を遡るものはない。現在までのところ四十本程度の写本の存在が確認されており、以下のように分類されている。高類類類類、類類、類類。本、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 旧旧旧 A 乙乙乙乙第第二種、種、B 一 C 第3種、QD 類系統本。おツ類、第4種、QE 類系統本。おツ類、第1種、QF 類系統本。唯一の版本として、断鶴総書本がある。1848年、河江元年の刊行、紀州新宮城主、水野忠中の命により作成された。写本での巻1から巻4までに相当する内容であり。 各巻が上下2冊からなる4巻を8冊本。最終巻巻末の奥書きに5本の写本を競合した胸の記述がある。FK 東本の本文を持つ写本を底本に、AK 東本の本文を持った写本を含むいくつかの写本で競合したと見られる。競合の態度は近代的な本文批判から見ると問題のある場合も見られるものの、概ね温当なものであるとされている。 国立公文書館内閣文庫造本を底本とする影印本ンンが刊行されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。